後方で今グリーンフラッグが振られました。まもなく決勝スタートになります。オールクリアのサインが出ました。エンジン大きくなってきた。レッドシグナルが1つ2つ3つ4つオールレッド。ブラックアウト。今スタートが切られた。あっと出られない。小暮が出られない。ガー接触クラッシュ。後方でクラッシュがありました。元山はいいスタート。元山いいスタート。しかしロッテラーが狙っている。デュバルがその後ろ。小暮がなんとストール。後ろから車が激突。あ、ミハイル・クルムです。ミハイル・クルムがぶつかっています。いやー、これはもったいない。小暮隆のマシンに後ろからミハイル・クルムが当たりました。いやー、残念としか、これはそうですね、役者が1人欠けてしまう形になりました。先頭は元山、2番手にアンドレ・ロッテラ。あ、そしてこれだいぶパーツが飛び散っています。横溝も今ストールしてたんですかね。これかロニーみたいな、どっちですかね今。あ、さあここでセーフティーカーが出ました。順位を少し整理しておきましょう。元山、ロッテラ、デュバル、あ、これごめんなさい、スタートのリプレイ。あ、もう動き出してすぐ小暮止まりました。立川危なかった。あ、ミハイル車もその立川の陰で小暮の車が見えていませんでした。ここです、完全にストール、動き出せずにいて、あ、ぶつかってますね。そしてロニーはストールですね。ストールだったんですかね、はい。